祭りじゃー、謎肉祭じゃー。おー。で、謎肉って何？知らなくて言ってたのか、謎肉。正式名称ダイスミンチは、味付けした豚肉と野菜などを混合してフリーズドライ加工したもの、だそうだ。その謎肉だけ取り出してるんだ。麺の型はスタッフが毎日1カップずつ食べるから安心してくれ。また豚に近づくおっさんなのであった。レシピはメンチカツを参考にしてるから、謎肉は細かくしていくぞ。さらに玉ねぎ、好みによってはキャベツを入れてもいいか。野菜高騰によりパス。金額気にするなら伊勢海老なんか買うなよ。パン粉は種に入れる分で使い切ってしまって、衣に使う分がなくなってしまったから、急遽コンビニに買い出しに行くぞ。初見さんは安心してくれ。材料が足りないのはいつものことだよ。コンビニにパン粉が売ってなかったから、おっさんが朝に食べる用の食パンで代用だ。ダイエットできて一石二鳥。しかし、おっさんには残った麺を食べつつ仕事が残ってるからな。差し引きプラス。さて、いよいよ謎肉をコロッケの形にしていくぞ。謎肉もまさかコロッケにされるとは思っていなかっただろう。そういえば、ネットに謎肉を使ったレシピが少なかったんだよね。そもそも謎肉は食材じゃないからな。あと謎肉すごくバラバラになりやすくて使いにくい。だから、食材として想定されてないから。日清のやつ気が利かないなぁ。料理用謎肉とか。意外に要望がありそうな気がする。コロッケが柴犬色になったところで料理シーンはおしまーい。すごい、コロッケみたいだ。みたいじゃなくて、一応でも、これ、コロッケだから。早速実験対象だった家族に感想を聞いてみよう。コロッケの感想は息子さん、よくわからなかった。お嫁さんからはコメントなしだったぞ。本能的に異物と認識している。家族が健全な舌を持っていることがわかりました。謎肉コロッケの動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。あとはブサイクなお弁当の制作風景が続くだけだよ。というわけで、いつものお弁当のおかず紹介。いつものようにおかず紹介頼む。いやだ、喋るの疲れた。休みたい、サボりたい、寝たい、帰りたい。わかったよ。俺が読み上げるから、帰るのは我慢してくれ。いいよ。ふぅ、気を取り直して、右下から、キュウリちくわ、カットフルーツ、人参グラッセ、プチトマト、謎肉コロッケ、リーフレタス、上の段、酢豚、冷凍、鮭フレークを混ぜ込んだご飯。娘さんは鮭のフレークを混ぜ込んだご飯が美味しかったそうだ。帰っていい。お疲れ様。お疲れー。ゆで卵といえばこれだ。エッグタイマー。正式名称、エッグパーフェクトエッグタイマー。そして硬さは、男とは決断しなければいけない生き物。お弁当向けはハードボイルド。これしかないだろう。その言い方、ハードボイルドのつもりなのか。そして、フライパンのファンデ。ありがとうございます。薬味は嫌いじゃないけどいなくても大丈夫と言った人。そんな方からご推奨いただいた、きんぴらピーマン。再登場。最近はタモさんピーマンばかりだったからいいかもな。まあ、あれだ、新人の薬味くんも嫌わないでほしいな。そう言うなら、あんたが実践しなさいよ。とにかく、お弁当の紹介に行こう。右下からハードボイルドゆで卵。それっぽい味付けをしたつもりのエビ。最近ちょくちょく謎のおかずが登場するな。きんぴらピーマン、カニクリームコロッケ、冷凍、上の段、ほうれん草ごま和え、冷凍。ご飯の上はのり玉。それでは、娘さんの感想を。エビが美味しかったんだって。味付けに失敗しなかったことで、よしとしよう。みんな大好き薬味の妖精だよ。今日は魚肉エリアつ焼き卵に再挑戦。滑りにくいようにギザギザにカット。前回の失敗は魚肉ソーセージのせいだ。というのがおっさんの意見っす。中年の開き直り、見苦しいな。さあ、成功請負人のナルトっぽい魚肉ソーセージがいい？卵が、このままでは、スクランブルエッグに。
フライパンさんの困った顔を見続けたいのですが、今回は大丈夫っすよ。前回よりも火力、油をしっかり管理。焦げてるように見える。これで失敗するわけがない。フラグ。と思っている視聴者さんの思いも打ち砕く、卒な絵巻が続いてるでしょ。いやいや、最後まで安心できない。そんな動画なんだここは。厚焼き卵の制作風景を毎週流すおかしな動画もここだけ。まあな、1年以上見てる人もいるらしい。まあ、なんとかなったみたいだし、紹介に。いきますよ。右下から、レタス、餃子、冷凍。ちくわの磯辺揚げ、冷凍。プチトマト、魚肉ソーセージ入り厚焼き卵。上の段、シチューの余りをチーズと焼いたもの。おにぎり2つ。で、娘さんの感想をお願いします。餃子が美味しかったと言ってた。視聴者さんの予測通りですね。よかった。何がすか。また、困った顔見たさに薬味くんに嫌がらせを受けるかと思って。合意で売ってもらったフライパンさんの困った顔写真を、自宅で楽しんで、我慢できるようになりました。誰に？写真を売ってくれた人はですね。もちろん、秘密です。あいやー、会社の指示には答えはいつでもイエス、ロンロン登場あるです。そんなロンロンにクイズ。どうぞ。おっさんが今炒めてるものは何でしょう？野菜炒めあるです。惜しい？正しくは、お嫁さんが用意した野菜炒めよ。なるほど、すでにカットされているんですね、ある。そしてここがポイント。お嫁さんは、材料が残ったから冷蔵庫に入れておくね、とだけ前日に言ってたの。突起事項なんですか、ある。使いなさい、と命令したり、使って、と指示すると、強制された気がしておっさんは多分カット済み野菜を使わないわ。おっさん大人げないある。まあ、世の中って面倒くさい人ばかりなのよ。本人が自分の意思で選択したと思わせるのがポイントね。リンゴの耳チェックでおしまい。それじゃ、お弁当の中身の紹介をお願い。ビャオチェ、右下から、お嫁さんの陰謀野菜炒め吉田ソース味、エビフライ、冷凍。ナポリタン、冷凍。お嫁さんの味付き卵、イカ焼きお店風味付け、上の段おにぎり3つ、別容器にリンゴウサギ。さあ、娘さんは何が美味しいって言ってくれたかな。友達に真ん中のおにぎりが可愛いねって言われたとのことでした。娘さん的には印象に残らないおかずだったのでしょうか、ある？ここからは打足のコーナーです。あと少しのお付き合いお願いするぜ。最初に豊当てね。任せておけー。豊ちゃん転職しようかと思うんだけどどうかな。やりたいんならやればいいんじゃない。詳細情報がないから適切なことは言えないが、新卒かそれに準じないんであれば、それなりのリスクがあるぜ。そういうことらしいよ。うちの姉ちゃんの占いもおすすめだよ。そういうことでバイバーイ。次はフライパン。おいいぞ。リラックスだぜフライパン。大丈夫だ。今日告白して玉砕してくるよフライパン。慰めて。告白かが、頑張ってください。とても絞り出したコメントとは思えない。すまない。気を取り直して次のコメント。赤ちゃん生まれました。頑張った私を褒めて。つわりから今まで本当にお疲れ様だぜ。おめでとうございます。次のコメント。僕の下半身にもしりしりはあります。ネクスト。彼女ができません。彼女のレシピ教えてください。求めよ。さらば与えられん。求めすぎると逃げられるわよ。次に行きます。投稿動画が初めてカテラン1桁台にランクインしたよおっさん。おめでとうございますだぜ。エクセレント。そしていよいよ最後のコメント。フライパンもレトロ服バージョンあればいいのにね。それではここまでのご視聴。コメント。前回はマイリスが300を超えてて感謝感謝だぜ。皆さん、毎週おっさんの相手ありがとうございます。はい、タグやコメント、商品登録、宣伝、ツイート、スレマ、サンキューだぜ。それでは、皆さん、いってらっしゃーい。だぜ。地
近くにできたパンケーキのお店に行かない？お財布も寂しいしパスだぜ。大丈夫、写真を売って小銭が入ったの。